はい、本間家です。お久しぶりです、お久しぶりですって言ったのは、私2つチャンネル持ってるんですけど、1つは本間家チャンネル、もう1つは SS1 本間家チャンネルですね。で、本間家チャンネルの方は一般向けの情報提供みたいなチャンネルなんですけど、今ご覧いただいている SS1 本間家チャンネルは、まあ、初心者向けのね、丁寧に解説するっていうチャンネルなんですけど、まあ、ここ2年ぐらいで全く更新しないで、このままにしておくとなんかチャンネル自体がなくなっちゃいそうなんで、そろそろ始めなきゃと思ってるんですけど、まあ SS1 の方もですね、赤城に新店舗構えまして、まあ、よりね、あの交流する機会がね、交流する場がね、増えましたんでね、これを機にね、こっちの初心者向けチャンネルもね、再開してみたいと思います。で、今まではですね、全くの超初心者の方を対象に、もう真っ白な状態から天文知識をね、伝えるっていうことだったんですけども、まあそれはもういいかなと、過去にもう何回もやってますんで、本当の初心者の方はね、もう過去の動画を見ていただくことにして、で今回からね、少しレベルを上げて、まあ、中級者っていうか、初級者と中級者のこの中間ぐらいで、なかなかいい天体写真が、まあ、撮れないでいろいろ悩んでるっていう方を対象にね、いろんな情報をお伝えできればいいかなというふうには思っています。しかしですね、初心者向けに何か話すっていうのは割と簡単なんですよね。だいたい話す内容って決まってるんで、初心者向けの場合は。で、中級者ぐらいになってくると、もう興味はこう分散してきますんで、で悩んでいることもね、つまずいてるところも、まあ人それぞれもバラバラだと思うんですよ。ですから一緒くたにこうこうですっていうことはね、なかなか言えないんで、非常に難しいんですけれども、で一番いいのはね、ワークショップ方式なんですよ。で過去に何回かワークショップやりましたけれども、ワークショップ方式ってのは、例えば天体写真撮ったやつをね、こちらに送ってもらって、まあ、それを見てね、こうアドバイスするみたいな形なんですけど、この式はね、本当に効果絶大でして、まあ、本当にね、成長がね、早いんですけど、ただね、なかなかね、画像を提供してくれる人がね、多くないんです、少ないんですよね。で、送ってくれる人はね、何度も送ってくれるんで、いつも同じ人の題材ばっかりになっちゃうんで、なんかワークショップ方式もね、やっぱりちょっと難しいところがあるなっていうことで、まあ、結局まあしょうがないんで、まあ、いつも通りこういう一方的になっちゃうんですけどね、こういう方式で、まあ伝えていこうと思うんですけれども、ただね、まあ、いろんな分野扱っていこうと思います。まあ、人それぞれなんでね。で、例えば、まあ、画像処理の、ね、説明は、まあ、今まで、まあ、ワークショップでやってたんで、一般向けには、ね、画像処理の説明が少ないんで、まあ、そういうところも補っていこうと思いますし、まあ、SS1 以外の機材ですよね、とかシステム、例えば ASI リアだとかステラショットだとか、まあ、そういうの使いたい人もいるだろうし、まあ、最近はね、CMOS カメラとかあるじゃないですか。で、ああいうのも使いたい人もいるだろうから、だからいろんなね、分野に、まあ、いろんな分野ね、まとまりのないものになっちゃうかもしれないんですけども、それはね、ちょっと許していただきたいと思うんですけど、まあ、なるべくね、いろんな範囲で、まあ、中級者、まあ、中級者までいかないかな。ちょっとね、その下ぐらいまでのレベルをカバーね、できればいいかなというふうに思っています。で、とにかくね、いっぱいいるんですよ、悩んでる人。で、ネットとかね、ブログとか SNS とかでいろいろこう、ね、この天文趣味、天文ファンの間で情報が飛び交ってるじゃないですか。で、ああいうふうにね、情報発信できる人っていうのはね、ほんのね、一握りなんですよ。多分1割もいないと思うんですよ。で、分かる人はこういうね、難しいこの天文趣味の世界をね、なんとかクリアして、分かる人だけがそういうところでなんかこう会話してるっていうのがあるんですよね。で、まあいろいろ難しい議論もあるし、まあ本当に分からない人は本当に声上げないんですよ。で、まあネットとかでね、分からないっていう人は、分かる人が分からない部分があるから分からないって聞いてるんであって、
本当に何も分かんない人は絶対声上げないんですよね。分からないっても言わないんですよね。で、まあ、そういう人が多分ほとんどだろうと。で、人知れず、もう挫折したり、人知れずこう悩んでたりですね、こうなかなかうまくいかないっていうことだと思うんですよね。でも声上げないんでね、私としてもどうしようもないんですけれども、まあそれはでも、大体分かってきたところがあるんですよ。ワークショップとかやって、あ、初心者の人はこういうところでつまずくんだとか、こういう考え方してるんだっていうのは、ね、だんだん分かってきたんですよね。まあそれなりに、まあ私も勉強しながらね、あ、そうかそうだよなっていうことも多いんで、だまあそういうことをね、今までの経験、まあ、そういうことをもとにね、いろいろお伝えしていければなと思います。で、はい、ということでね、初心者がこうつまずくで、なかなかこう上達しないっていうね、この原因についてね、大体まあ私もまあいろいろこうやり取りしながら分かってきたことがあって、3パターンぐらいあるんですよね。ですから今日はね、その3パターンについてご説明できればなと思います。まあ概略的な話になるんですけど、一つはね、まず機材に、関する認識が甘いっていうのがありますね。で、天文機材っていうのはね、本当にこうガタとかね、たわみとかそういうのが許されない世界でして、例えばね、ポタ石なんかでよくあるんですけど、こうカメラ用品と組み合わせて使ったりする場合、例えばこういう雲台の上にこうゴムのラバーとかね、カメラ傷つけないようにゴムのラバーとか貼ってありますよね。ああいうのっていうのはガタの原因になりますんでね、要注意ですよね。だそういうところの、なんていうんですかね、認識が甘いんで、まあ、ポタ石なんかでシステム組む場合は、まあ、私が見るとなんかこれ非常に貧弱だなっていうのはいっぱい見ます。その辺の認識が甘くて、でもうそういう機材で、貧弱な機材でもうガタガタなんで、であれだとね、目標導入するのにも苦労するだろうなっていうのはいっぱいありますんでね、まあ、あとね、例えば赤道儀なんかもそうなんですけど、大体ね、初心者の方って載せる鏡とね、搭載重量、カタログに書いてある最大搭載重量でしか見ないんですよ。ですからね、例えば入門クラスの赤道儀ですね、例えば GP 赤道儀だとか、EQ5 赤道儀とかね、そういうので、例えば1500ミリのね、1500ミリガイドできますかみたいな話、されるんですけれども、まあ、私は多分それ無理だからって言うんですけれども、まあ、ただカタログのね、搭載重量何キロって書いてあるから、大丈夫じゃないのって話やるんですけど、だからなかなかね、そこ肌身でその1500ミリは無理だよって言ってもね、なかなか肌身で感じてはもらえないんですね。で、私ね、そういう人に関して必ずね、こう言ってるんですよ。そういうGP クラスとかね、 EQ5 クラスで1500ミリガイドできるんだったらね、 なんでじゃあ30万とか40万とかする赤道儀があ あるんですかと、なんでベテランの方はそういうわざわざそういう高い赤道儀買うんですかっていうと、まあ大体、あ、そうかっつって納得してくれるんですけど、こういうのはね、なかなか数値ではなかなか出てこないんで、難しいですね。肌身で感じるもんなんで、こういう感覚って。だから、分かんないら当然なんですよね。初心者の方がこういうの分からないっていうのは。それはもうどうしようもないことなんで、まあ、こちらとしてはなるべく分かりやすくそういうのを伝えていくしかないんですけれども。まあ、あとね、一番多いのは、すごい多い質問でね、例えばガイド鏡あれじゃないですか、これ120ミリなんですけど、じゃあ120ミリのガイド鏡で何ミリまでの焦点距離の望遠鏡をガイドできますかっていう質問で、これベテランの方からも多いんですけども、これ非常に難しい問題でして、というのはガイド鏡の焦点距離が問題になる以前に、やっぱ赤道儀の能力の方がやっぱ問題なんですよだから赤道儀の能力が十分あるんだったらガイド鏡の焦点距離をこう問題にしてもいいんですけど、
だから例えば120ミリのガイド鏡だったら、まあ理論的には1000ミリぐらいでも全然ガイドできるんですけども、でもじゃあ実際問題は1000ミリガイドできる赤道儀っていうのはやっぱ入門クラスではちょっとないですよね。あんまりちゃんとその1ピクセルもずれないでガイドできるっていうのは、だから赤道儀自体がその能力ないのにガイド鏡の焦点距離がどうのこうの言ってもしょうがない話なんで、でも この質問で、ね、されると私も本当にだから答えるときはちゃんとお客さんがどんな赤道儀使ってやってるかと確かめて答えないと、一概にね120ミリのガイド鏡で、まあ、1000ミリ10倍まで OK ぐらいだとすると、まあ、1000ミリでも OK ですよって、言えないですよね。やっぱ使ってる赤道儀は何なのかって、でオートガイドは何なのかっていう、そこまでちゃんと、調べないと回答ができないんですよ。じゃあその辺のね、なんていうんですかね、初心者の方はその機材に関するその認識の甘さっていうのはあるんですけど、ただこれはまあ何度も言うように、これは肌身で感じることだから数値で表せないんで、ちょっとこれは分からないのはしょうがないかなっていうのは、気がしますんでね、はい。それからね、2つ目つまずく原因、2つ目はやっぱね、環境に対する認識の甘さですよね。まあ、一言で言うとね、もっと暗いとこ行って撮ってくださいっていうことなんですね。一般の人がね空暗いなって感じるのと、我々こう天文屋が空暗いって感じるのも全然違うんですよね。まあ、私ね秩父の美濃山公園とかによく行くんですけども、あそこも全然明るいですよね、星の写真撮ろうと思うと。でもね、あそこ夜景の名所なんで、一般の人はこう車で上がってきて、こう車出るとすごい歓声が上がるんですよ。わー綺麗って星が、だその感覚なんですよね。だもう本当に暗いとこ行かないと、うん、ね、その綺麗な写真撮れないんだけど、まあ明るい、まあ、遠く行けないっていうのは もっともね、いろんな事情があって遠く行けないっていうのはごもっともなんです。だから明るいところで、撮らなきゃいけないっていう、そういう場合もあるんですけど、でもそれだったらそれなりの撮り方っていうのがあるんですよね。例えばまあ、天頂付近にね来たらこう撮るとかね、それだとか、あと、あんまり広角は撮らないとかね、こうなるべく焦点距離の長いので撮るとか、まあ光害が激しいと、あの周辺原光とか激しく出るんで、だあの小さいセンサーサイズのカメラ使うとかね、でそういうのはフルサイズで撮ったりする人もいるんですけど、だ明るいところで撮るんだったら明るいところで撮るなりの方法っていうのがあるんですけど、まあだから、まあ、そういうところなんで感覚っていうんですかね、そういうのがやっぱ身についてないんで、だからもう本当にひどい顔かぶっちゃった写真っていうのはね、まあ、画像処理でなんとかレベル、できるもんでもないんでね、なるべくこの条件のいい、ところで撮るっていう、それが大事なんですけれども、なかなかねそれも難しいんですよね。だもうちょっとね、暗いとこ行って撮ってくれってことで、やっぱベテランの人がねああいう綺麗な写真撮れるっていうのは、やっぱ一つには、暗いとこ行ってるからっていうのがあるんですよ。でも なんかここまで行けば大丈夫みたいな、ちょっとその辺のね認識の差が初心者の方と話してるとやっぱ、見られますよね。はい、はい、最後に3つ目なんですけれども、情報のね情報型なんですよね今ね。もうネットとかでもういろんな情報が飛び交ってまして、情報にねちょっと押しつぶされてるかなっていう気がするんですよね。でこれね割とね、例えばあの昔天文趣味やってて最近復活したとか、まあ生地ね知識のある人の方が結構情報を受け入れやすいんで、この情報の多さにねこう潰されちゃうようなところがあるんですよね。
あの毎月ね、まあ、いろんな機材がこう出てたりするじゃないですか。で、まあ、あれがいいとかこれがいいとか、まあ、あと画像するプロセスがね、いろんなものがこう、ね、ネット上とかいろんな情報があるじゃないですかね。まあ、そういう情報、あまりにもね情報が多いんで、なんていうんですかね、その人がそのなんていうんですかね、つまずいてるところとは全然違うところの情報にね、こう意識がいっちゃって、まあ、私から見れば そこが問題じゃないんだけどなって思うんですけど、まあ、全然、まあ、違うところでこう堂々巡りしているようなことがね本当に多いんですよ、こればっかりはね。だからもう何つうかね、ネットの情報であれがいいとかこれがいいとかね、まあいろんな情報飛び交ってますけど、本当にそれが問題なのかっていうのを見極めてから飛び込まないと、もう本当にね押しつぶされちゃうと思うんですよね。だから私一度もう一度リセットして、もう本当にね最初から構築し直せばって思うんですけど、なかなかねそれも勇気のいることなんでね、いわばね今まで自分がこう積み上げてきたものっていうのはあるんで、なかなかねそこを再構築っていうのはなかなか難しくて、やっぱ今までやってきたことをなんか継承しつつ、さらになんかさらにもうどん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 新しいものっていう感じになってきちゃうんで、まあ難しいですね、ここはね。本当に勇気持ってどっかで修正するしかないんですけれども、まあこの辺はね、まあ本当難しいと思います。はい、ということでね、初心者がつまずきやすいところね、こう3つほど出したんですけど、今後もですね、まあなるべくいろいろ分散しちゃうと思うんで、まとまりのないね、話になっちゃうかもしれないんですけど、なるべく有益な情報をね、お伝えできればと思います。はい。